ということでやってきました。こんにちは、ともこです。本日火曜日のいじめでございます。いや、前回のあらすじとしましては、いや、私いじめられなくなったんだけどっていう、そうなんですよ。今までね、いじめてきた人たちがなんかね、味方になったっていうか、急にね、こうポンコちゃん一緒にグラウンド行こうよとか、なんか誘われたりとか、なんか仲良くされてるんだよね、今。急に。急にだよ。ポンタが、私のね、味方についてからなんです。これはまたなんかね、新しいことが始まるんじゃないかと、ちょっとすごくね、いじめられてる時よりも怖い。いじめられてたらさ、なんか分かりやすいじゃん。あ、こいつ今日も安定にいじめてんな、みたいな。仲良くされてんだからね。こんな恐怖なことはないよ。ということで、まあ今日もね、学校に登校しました。誰と言ってんの、チカちゃん。これ誰これ、隣。なんかよくわかんないことを投稿してますね。そう、まゆちゃんっていたよね、そういえば。まゆちゃん急にいじめなくなったよね、そういえば。なんでだろう。なんか、懐かしいな。まあいや、今日もちょっと頑張りますね。学校。あ、来た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 。ほんとおはよう。いや、ほんと皆さんね、いろいろ考察のコメントありがとうございました。なんかみんなのね、考察面白かったです。いろんなのがあって。来た。お、なんだ？ポンコちゃん、今日理科の授業で、授業で？お花観察するの外に行くじゃん。そうなんですよ。今日は、理科の授業で、お花をね、観察しに行くために、幼稚園の目の前にあるお花いっぱい咲いてるとかあるじゃん。滝とかあって。あそこに今日行くの。みんなで行こうよって。え、なにこれ急に気持ち悪い。まあいいや。行くよ。ということで、そんなことを言われました。なんだよ、太一くん、ほんとに。ね、あんたも今日ね、観察するんだから、頑張ってね。そろそろ、ポンタは？あれ？ポンタがいない。ポンタ、あ、いた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 。ポンタどうしたの？行きたくない。皆さん、ポンタくん、なんだか、教室に行きたくないみたいです。まあでもそうだよね。だから、ポンコとポンタの違いって、ポンタはもともとさ、あっちの仲間にいたわけじゃん。で、急になんか、ポンタは多分裏切っちゃったせいで、なんかいじめられて、みたいな。で、交通事故に遭わされてってあったんだけど。まあ、そうなると行きたくなくなるわな。また、ポンコとは違うよね。大丈夫だよ。おいで。ってことで、なんだか、ポンタくん、かわいそうになってきましたね。本当に。大丈夫でしょ。今のあの人たちならね。座って、そう。お、終わった。お、あ、じゃあ移動教室だ、みんな。ということで移動教室ですね。なんか私が一番戦闘機ってない。え、私これもしかして、ボスになんのかな？ということで、理科の授業、うーわ！いっぱい来た。いっぱい来たよ、これ。まあ、今日はね、移動教室ということで、外に来たんですけど、まさかこのメンツで行くとはね。だって今まで私いじめられてたんだよ。なんなの急にこの変わりを。謎すぎるわ。ちなみにね、お花の観察っていうのは、まあ、なんか春になったからお花いっぱい咲いてよねってことで外に行くんだって。花粉とか、春分だっけ？なんかあるじゃん。落ち葉と雌しば？落ち葉と、メシバ？え、メシバだっけ？落ち葉？おべち？え、なんだっけ？なんだっけ？なんかあるじゃん。おしばと落ち葉みたいな。メシベと落ち葉みたいな。やばい、授業始まっちゃう。おしめとメチベか。さあ、花はね、どのぐらいちょっと咲いてるのか気になるね。いや、こんな授業もあるんですよ。サキシミュ。実験。あ、咲いてる咲いてる！落ち葉とメシベ見に行こう。咲いてる咲いてる。これだね。これこれこれ。わ、咲いてる咲いてる。その頃、ポンタくんはですね、リュウジくんに誘われました。これさ、おかしくない？男子と女子同士、いじめられてる子と一緒に行くんだよ。そんなことあります？手を繋いで。でもなんか怖いな。リュウジくんって信用してないんだよね。長いわね。他の生徒来るの。リュウジくんと私たちはもう来てよ。いじめず。いじめずは。あ、来た！誰だろう？竹岡！遅い！本当に来るの。え、警戒してる？もしかして。ということで、はい、皆さん揃ったみたいですね。よかったよ。あ、ポンとあそこにいる。じゃあ、ちょっと、頑張るか！頑張ろう！頑張る気ある？ひまわりはね、真ん中がね、種なんだよ。
で、なんだっけ、メシバとオシベだっけ、あ、メシバとオシベだ。オシベとメシベ。そうだ。オシベがオスで、メシベがメスなんだよね。そうだそうだ。あとは、花粉、受粉とか、あったよね。え？そういえば知ってた？うわ、なんか始まった。え？何？え？今日、ハツキがここにいない理由わかる？あ、確かにいない！なんか、雄大くんといるね。今日、ほら。雄大くんと一緒に見てる。わからない。何？あいつ女友達いらないんだって。そんなこと言ってたの？って何？男友達で十分だと。今隣にいる雄大くんのことが好きと。無理無理。うわ、なんか、なんか新たないじめが。お前、ポンコ笑うんじゃねえよ、お前。何笑ってんだよ、すかさず。前はポンタだったしな。なんて書いてあるの、これ。勘違いにも程があんだろ。なんかあったの？これ多分皆さん、これなんかあったよ。だってさ、女友達いらないんだってってだけでこんなんならないでしょ、多分。ちょっと聞いてみるか。こう、何をそんなに、こう、火をつけたのか、ちょっと気になるところだよね。なんで？簡単に説明するとね。なんかやっぱある。最近私らに嫌がらせをしてくるのよ。例えば飼ってるペットに石を投げてきたり。ああ、外で飼ってるもんね、まきちゃんね。犬。私なんてベランダにゴミを置かれたのよ。なんでそのハツキちゃん急にこうなってんの？私のポストに変な手紙入れられた。しかも内容が。何内容が？二度とポンコと関わらないで。っていう内容だったけど心当たりある？ない！だって、ハツキちゃんとうち関わってなくない？前回は、ハツキちゃん近くにいて、って顔はされてたけど、でも特になんか会話したってわけでもないしね。二度とポンコに関わらないで。皆さん、そうどう思いますか？なんか、びっくりな展開だね、今日。なんか、葵ちゃん何も喋ってないけど大丈夫？でも喋ってないね、ずっとね。逆になんか、のりかちゃんあんのかな？私は何だったかな？覚えてないの？結局よくわからずこうなってるのよ。あ、じゃあ特例何もしてないの？この人たちは。何一つしてないよ。意味わからないよね、だって。まあそうだよね。昨日じゃない。月曜日の時だって、確かに何もしてなかった、この人たちは。急に何？はつきちゃん。またひどいことしてきたらいじめようよ。来た！お前らこうやって私をいじめたの？もしかして。私いじめられてた理由って何だったの？それ聞いてみようかな。私をいじめてた理由って何だったの？あの頃は。あの時はごめん、理由は言えない。理由は言えない？気まずいんだけど、なんか。まあ、言わなくても後々わかると思う。ホラーゲームこれ、なんか。意味がわかると怖い話。ちょっと皆さん、まさかのちょっと、はつきちゃんが今やばそうな感じだね。でも向こう一人だよ、言うて。なんか喧嘩始まってる。またあの二人喧嘩始まってんだけど。なんであそこいちいち喧嘩始まんの？めんどくせえな、ほんと。また喧嘩。ほんとそうだよね。いつまであの人喧嘩すんの？リュウジ君の中ではまだ終わってないのかもね。何が？私抜きで話進めないでよ。ちょっと待って、行ってくるわ。大丈夫ですか、光彦くん。リュウジ君マジ何してんの、ほんとに毎度毎度。ポンタ、何してんの、ほんとに。ちょっと救急車運んでくるね。あ、救急車で病院運んでいくね。何してんの、本当に。皆さん話聞きました？意味わかった？みんなには。私わかんない。何を言ってんのかなってわかんない。うちは今一言で来ました。回復させて。まだ来る？嘘、まだ来んの？お前めんどくさい、本当に。私がリュウジ君に。だからなんで怒ってんの？ステータス、親友。じゃ、大丈夫だ。来い。よし。やめてね、ほんとに。そういうバカな真似すんの。てことで、じゃあ時間になったので、教室に戻りたいと思います。ちょっとポンタくんにはね、これ下がったらどうなる？これ。やっぱまだダメなのかな？なんか僕いじめられてるみたい。なんだお前、帰れ。まだ言ってる。リュウジ君さ、仲悪いくせに誘わなくていいよね、別にポンタのこと。何も悪いことしてないじゃんね。さあ、ちょっと帰りたいと思います。いやー、なんか謎ばっかだな。なんかまた新たなね、いじめが始まりそうな予感はする。はつきちゃんがね、なんかどういう立ち位置なのかもさっぱりわかんないし、何をして、こうなったのかもさっぱりわからない、私は。
一番足遅いのって洋平くんなんだね。なんか一番足遅い、いっちゃん後ろにいるよ、全速力で走って。はい、ということで皆さん、今日のいじめ動画いかがだったでしょうか。なんかね、いじめっていうよりも裏側っていうか、ちょっといろいろね分かったような、いや、いろいろ分からないね、なんか曖昧なんだよね、曖昧なんですけど、まあ細かく分かったのではないかなっては思ってます。いや、また水曜日どうなるか分からないですけども、また待っていただけると嬉しいです。そしてまたね、あの前回と同様、また考察とか何かありましたらコメント欄にね書いていただけると嬉しいです。なんか皆さんのね、なんか予想とかね、考察ね、すごく面白いです、読むのが。どうした、ふみえちゃん、はつきってさ、あの人家どこ、なんで私に聞くの、知らないよ、はつきの家。なにこれ、次ははつきの家に行くの。ということで、また次回お会いしましょう。おつぱん。